2022年12月10日の夜、ウクライナにおいてロシアが2014年に一方的に併合した、クリミア半島北部ジェンコイ近郊にあるロシア軍宿舎で、ロシア軍部隊の兵舎に大規模な火災が発生して兵士2人が死亡したとして、ウクライナのメディアが報じているよ。それによると12月10日夜にジェンコイから南東約 15km にあるソビエツキーに設営されていたロシア軍兵舎で火災が発生し、兵士2人が死亡して施設にいた約200人が避難したとされているな。このロシア軍兵舎には9月の部分的動員令で招集された200人以上の予備役動員兵が駐留していたみたいだね。さて今回は、クリミア半島のロシア軍施設での火災について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この火災についてウクライナの一部のメディアでは、火災はドローン攻撃によるものであるとして報道し、ロシア側が設置したクリミア共和国のアクショノフ市長はドローン攻撃はウクライナ側のフェイクニュースとしながらも、SNS 上で10日にクリミア半島中部にあるシンフェロポリで防空システムが作動したとして、住民に対してドローン攻撃に対して平静に対応するようにとの呼びかけを投稿しているんだ。しかしながら、このロシア軍宿舎の火災について、クリミア半島の先住民族であるタタール人とウクライナ人がパルチザンとして活動している反ロシア団体の当て氏が、ロシア軍宿舎の火災は計画的な放火である主張する声明を出し、この先もパルチザン活動によって、クリミア半島のロシア軍を内部から崩壊させ続けるとの警告を発しているみたい。クリミア半島は、ウクライナ南部ヘルソン州に繋がった形で黒海の北岸に突き出た半島で、26,844 km² の面積に、235万3100人の人口を持ち、地政学的に黒海を支配する重要な要衝として、古代から様々な民族が争う土地であり、15世紀にオスマン帝国の属国としてクリミア半国が成立し、18世紀にロシア帝国に併合され、このクリミア半国の住民であったのが、8世紀頃にクリミア半島に流入していたチュルク系ムスリム住民を起源とするクリミアタタール人なんだって。1917年に勃発したロシア内戦において、クリミア半島は反革命側の白軍に占拠されていたが、白軍が赤軍によって駆逐された後に、クリミアはソビエト連邦の一部となり、1921年にはクリミア自治ソビエト社会主義共和国が置かれ、ナチスドイツの占領下にあったね。クリミアの戦い1941年から1942年では、クリミアタタール人の多くが赤軍として参加させられたんだけど、1944年にクリミアタタール人はナチスドイツに協力したとの嫌疑をスターリンによってかけられたため、約20万人が中央アジアやシベリアに強制移住を命じられ、その過程において多数の住民が命を落としており、このことはクリミアタタール人追放として、現在においても、クリミアタタール人の心に深く刻まれていて、彼らの反ソ連、反ロシア思想の源になっているよ。スターリンが死去した後の1967年にクリミアタタール人のシベリア追放措置は解除され、彼らへのクリミアへの帰還運動が開始されたな。1991年にはソ連邦内に居住しているすべてのクリミアタタール人から代議員が選出されて、最高意思決定機関としてクリミアタタール民族大会クルルタイが開催され、タタール人のクリミアへの帰還が進められることとなり、クルルタイはそのための常設機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスを設置したよ。2014年にクリミア危機が起こり、ロシアが一方的にクリミア半島をロシア領として編入したが、国際社会とウクライナはそれを認めず現在も係争状態にあり、メジュリスもまたロシア編入を認めておらず、ロシアがウクライナに侵攻した際にはクリミア半島はウクライナ領であるとの声明を発出して、ウクライナへの支持を表明していたんだ。クリミア半島では8月にも海軍航空隊基地やセバストポリ軍港の海軍司令部などがドローンによると見られる攻撃を受けるなど、パルチザンによる活動が盛んで、今回声明を発したタタール人による当て氏を含めて3つのパルチザン組織があり、およそ100人のパルチザンが潜伏していると言われているね。内部に工作員がいるとなれば、ロシアもうかうかしていられないよね。
一気に総崩れになる可能性もあるんだし。クリミア半島で現在ロシア軍が使用している基地は全てウクライナ軍が使用していたものであるため、位置や基地内の配置など全ての情報を持っているほか、ロシア軍基地に出入りしている協力者によって常に最新情報が提供されているらしいな。そのパルチザン組織にはウクライナ軍がドローンなどの兵器を提供し、攻撃目標などの指示を出しているとされ、ウクライナ軍と緊密な連携を保っているとされているぜ。ウクライナのゼレンスキー政権でクリミア問題担当のタミラタシェワ大統領府代表は、ウクライナ政府としてはパルチザンへの関与についてのコメントは控えながらも、ウクライナは国際法に従ってロシアによる不当な侵略戦争を戦っているとした上で、ウクライナは決して民間施設を攻撃したりせず、クリミア半島における火災や爆発が起こった施設もまた全てが軍事施設であることに大きな意味があるとして、パルチザンも含めて国際法を遵守していることを強調しているよ。確かにウクライナ側は国際的に批判を受けるような行いを避けているよね。まあ支援のもと戦えているわけだから、世界から信頼を失うようなことはできないだろうし。そうだね。パルチザンとは占領された地域への支配に抵抗するため、地元市民が結成する軍事的組織のことを指し、ウクライナでもこれまでにロシア軍に占領された町それぞれに何らかのパルチザン組織が結成されロシア軍への抵抗を示しているとされているよ。これに参加する住民の多くは、侵略してきたロシア軍によって家族や友人を非道な方法で殺され、町や他の住民を守るために抵抗を続けているんだって。パルチザンの戦闘とは、正規軍と違って敵と正面から戦うのではなく、地下に潜んだ上でのゲリラ戦、将校や兵士の暗殺、軍事施設の爆破などによって敵の後方を撹乱するものであるが、パルチザンとはそもそも旧ソ連がナチスドイツに侵略された際に、侵略者であるドイツ軍に抵抗した民間人を指して呼んだものであり、そのパルチザンが旧ソ連の流れを汲むロシア連邦軍を苦しめていることは皮肉な話だよな。先日ウクライナ軍が州都ヘルソンを奪還したヘルソン州においては、ロシア軍が撤退する以前からパルチザンによってロシア軍の補給路が遮断されていたとされ、ウクライナ軍特殊部隊との共同によってロシア軍を苦しめていたとされ、高機動ロケット砲システムハイマースが配備されてからは、その標的となるロシア軍の弾薬庫や兵舎、司令部などの位置情報をパルチザンがウクライナ軍に提供していたんだ。これによってハイマースから発射する効果で貴重な GPS 精密誘導ロケット弾を無駄にすることなく、確実にドニプロ川東岸にあるロシア軍の兵站集積施設や補給路などへのピンポイント攻撃に運用できたとされているね。ウクライナにおいてパルチザンがロシア軍を苦しめる存在であることは疑いがないが、その活躍の源となっているのは、祖国を守る大義によって戦うパルチザンと、ウクライナを侵略する理由もよくわからずに連れてこられたロシア兵との士気の差だけではなく、パルチザンの教科書の存在があったことが大きいとの指摘があるぜ。このゲリラ戦のお手本を記したとされる教科書は、2013年にアメリカ軍の特殊部隊が体系化した抵抗活動戦略 ROC と呼ばれる300ページにも上る冊子のことだな。この教科書には、道路標識を付け替えたり、撤去したりして敵軍を混乱させることや、道にガラスを巻いて軍用トラックなどの通行を阻止することや、ゲリラ戦のやり方が詳しく書かれているみたいだね。ウクライナはロシアが侵略する以前から、この ROC を元にマニュアル化して行政機関や個人に対しても、侵略を受けた際にすべきことを周知させて準備を進めていたんだって。日本のインターネット上ではウクライナにおけるパルチザンの活躍を受けて、ROC などのウクライナによる取り組みを日本は見習い、国民の国防意識を高めるべきであるとの意見が広がりつつあるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年3月3日、アメリカ政府がウクライナに対する4億ドル約544億円の軍事支援を追加することを発表したよ。高機動ロケット砲システムハイマース用の長射程ロケット弾及び 155mm 榴弾砲弾と 105mm 榴弾砲弾に、
歩兵戦闘車 M2 ブラッドレイの 25mm 機関砲弾など、ウクライナ側が不足を訴えている弾薬を中心に供与されるみたいだね。いくら士気が高くても兵器がないと戦えないもんね。みんな少しでも早く戦いを終わらせたい一心だろうし。そうだね。さて今回は、アメリカが発表したウクライナへの追加支援について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これら砲弾については、西側諸国から供与される新型戦車などの戦闘車両の操縦訓練が終わり、配備される4月以降に開始されるのではないかと見られているウクライナ軍の大反攻に備えて、ウクライナへの輸送を迅速に行うとされていて、ブリンケン国務長官は、ロシアがウクライナから撤退して戦争が終結するまで、アメリカはウクライナと団結してロシアに立ち向かう、とした上で必要があればさらにウクライナ軍の軍備を強化していくと強調したよ。ウクライナ軍において弾薬が不足していることはウクライナのレズニコフ国防相が3月8日、ウクライナ軍が春に反攻を開始するためには可及的速やかに100万発の榴弾砲弾が必要だと述べて、スウェーデンの首都ストックホルムで開催予定の欧州連合 EU 国防省会合に向けて供与を要求しているみたい。レズニコフ国防省によればウクライナ軍では、ロシア軍に対抗するためには1ヶ月あたり、9万から10万発の榴弾砲弾を必要としているとされ、同国防省は、ウクライナが今一番欲しいものは、ロシア軍の巡航ミサイルによる無差別攻撃を阻止する防空システムと、とにかく弾薬である。として、アメリカだけでなく EU においても榴弾砲弾などの弾薬の提供が速やかに実施されることを絶望しているね。その中で今回初めて、塹壕や水路などを渡る際に短時間に、架橋することができる架橋戦車が含まれていることが明らかにされたってわけだね。この架橋戦車とは、戦車の車体が利用されその上に折りたたまれた橋梁を乗せて運搬する車両で、橋のかかっていない幅の短い水路や深い塹壕が掘られた箇所など、必要に応じて搭載している橋梁を設置して戦闘車両を渡す能力を有する軍用車両のことを指していて戦車橋とも呼ばれているよ。架橋戦車に搭載されている折りたたみ式の橋梁は、通常は所属する軍の主力戦車の重量に耐えて通行できる設計となっているんだ。また、ベースとなる車体は現行の主力戦車の車体を流用して改造している場合が多く、その理由としては走行の際の操縦方法が共通となって訓練を実施しやすいことと、戦車と共同の車体を使うことにより戦地などにおいてメンテナンスや修理のための部品を共有できることなどが挙げられているよ。戦場において橋梁を設置する作業は工兵の任務として、少し前まではトラックによって橋梁の機材や、船橋などを運搬して架橋する方法が主流であったけど、近年では地上部隊の機械化戦車や歩兵戦闘車、兵員輸送装甲車の高速化に伴って、これら重量のある戦闘車両が通行可能な架橋機材を、最前線において迅速に運搬して架橋する必要性が生じたことにより、機械化された機構部隊に追従可能な架橋戦車の開発が各国において行われたね。架橋戦車による架橋方式には様々あって、車体上部に搭載された橋梁用機材を車体前方あるいは後方へ、スライドさせて押し出しながらそのまま対岸へ渡すスライド方式や、荷つに折りたたまれて搭載された架橋を、広げて伸ばしながら対岸へ渡すシザーズ方式の他に、上下に切り離した上で前後のパーツを重ねて、それを滑らせながら合体させるカンチレバー方式や、さらには車体そのものを短い橋梁として利用する方式などもあるよ。アメリカ軍では現在3種類の架橋戦車が運用されていて、古いものでは東西冷戦時代にアメリカ軍のみならず、西側諸国の標準主力戦車とされた M60 パットンの車体を流用して改造され、折りたたみ式シザース式の架橋を展開する M60AVLB があるんだ。しかし、アメリカ軍の主力戦車が M60 から M1 エイブラムスに代替わりすると、その速度が速く M60AVLB では追従できなくなったことと、エイブラムスの重量が M60 より増加したため、安全に渡らせることができなくなるなどしたために、
エイブラムスの車体を有用して開発された M104 ウルバリン重突撃橋が開発されたね。ウルバリンはエイブラムスと同じ速力、機動性、生産能力、輸送性を持つことで戦場における有用性が高く、さらに戦場の野戦部隊指揮官との連絡を取るために先進の通信設備を備えているが、車両自体には武装が搭載されていないよ。折りたたみ式の架橋は進展された後、架橋地点に落とされ、全部隊が渡った後に最後に本隊が渡って反対側から回収するが、架橋は5分以下で行われ、10分以下で回収可能とされ、搭乗員はそれらの全ての過程において走行に守られた車両内から外に出る必要がないんだ。このようにウルバリンは優秀な架橋戦車であったが価格が高価なことが問題となり、アメリカ軍では465両の調達計画を立てていたにもかかわらず、東西冷戦終結による軍事予算削減の煽りを受けて44両のみの製造にとどまっているよ。しかしながら、M60AVLB が旧式化したにもかかわらず更新ができないことから、ウルバリンと同じエイブラムスの車体をベースに、ウルバリンよりも安価な、M1074 ジョイントアソールトブリッジ JAB 統合突撃橋が開発されたよ。M1074 はエイブラムスの最新型である M1A2 と同じサスペンションが組み込まれ、M1A2 と同等のエンジンアップグレードを行っており、この最新のエイブラムスとの部品共通化によってメンテナンス費用を抑え、かつ性能向上が図られているほか、M1A2 で導入された車体側面の爆発反応走行パッケージ TUSK や、車体底面の増加走行の装着も可能となっていて防御力もアップしているね。搭載されている突撃橋の展開機構はレオナルド DRS 社とイスラエルミリタリーインダストリーズ社との共同開発によるもので、搭載される MLC95 シザーズ式ブリッジは95トンの重さに耐え、幅 18.3 メートルの川や塹壕などを渡すことが可能で、わずか3分で展開可能であるとされているね。ウクライナに対してどの架橋戦車が供与されるかは不明であるが、退役寸前の M60AVLB では、アメリカから供与される新型戦車エイブラムスはもちろん、イギリスのチャレンジャー2やドイツのレオパルト2と共に行動することが難しいだけでなく、そもそもそれらの重量に耐えることができないとされていることからウルバリンか、あるいは M1074 であろうと見られているよ。またアメリカが架橋戦車を何両供与するかも不明であるが、おそらくはメンテナンスなどへの配慮から、14両が供与される M1A2 エイブラムスが配備される予定の部隊に配備されるものと見られ、その数は多くないだろうと見る向きが多いみたい。また、3日のブリンケン国務長官の発表の中には、ウクライナ側が切望している F-16 ファイティングファルコンなどの、戦闘機の提供に関しては触れられていなかったが、アメリカのニューズウィーク誌が3月6日に、NBC ニュースや CNN がアメリカ国内において、ウクライナ軍のパイロットに対して F-16 の操縦訓練が開始されたと報じていることを伝えているよ。それらの報道によると、アリゾナ州の空軍基地においてウクライナ空軍から選抜された2名のパイロットが、F-16 の操縦を習得するまでにどれほどの時間がかかるかの評価を受ける訓練が開始されたらしいね。そして、今後も英語が堪能なウクライナ空軍のパイロットが選抜され、10名程度が訓練を受けることになるとされているが、軍関係者などによればこの訓練は、ウクライナ空軍とアメリカ空軍のパイロット同士のディスカッションと、アメリカ空軍の航空機運用見学であるとされ、F-16 の供与に通じるものではないとしているよ。しかしながら、この訓練については今後アメリカ軍が F-16 の供与を実施する可能性が高いとする見方が広がりつつあり、バイデン大統領やアメリカ政府高官による供与否定はフェイクであるとの見方も出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年2月18日、ウクライナ軍参謀本部はロシア軍が18日にウクライナ国内に向けてミサイル16発を発射したことを発表したよ。東部ドンバス地方のドネツク州の集落や西部フメリニッキー州内のインフラ施設などの民間施設に着弾して被害が出たとしているぜ。
今後もウクライナ全土に向けてロシア軍のミサイル攻撃が継続される恐れがあるとして警戒を続けているね。さて今回は、ロシア軍によるミサイル攻撃が続いていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。参謀本部では、東部戦線においてこれまで激戦が展開され続けているドネツク州のバフムト、リマン、アブディーフカの他ハルキウ州のクピャンスクなどに攻勢を仕掛けているものの、ウクライナ軍の反撃によって多大な損失を出して進軍できていないと指摘したよ。また、ウクライナのゼレンスキー大統領は19日のビデオ演説で、ロシア軍が攻勢を強めている東部戦線におけるウクライナ軍の抵抗について触れ、ドネツク州のウグレダール付近では極めて重大な損失を与えたとして、東部戦線では状況は非常に複雑であるがウクライナ軍は戦っており、侵略者であるロシア軍を打ち破り、極めて重大な損失を与えていると語ったんだ。ウクライナ軍によるとゼレンスキー大統領が公表したドネツク州ウグレダールでの戦闘について2月13日に、ロシア軍は過去1週間だけで戦車36両を含む装甲車430両を失っていて、これは1個戦車大隊が保有する戦闘車両数以上だと地元メディアに述べていたね。さらに、ウグレダールではロシア正規軍の精鋭部隊である第155海軍歩兵部隊1個旅団が、ドネツク州の州都ドネツクから南西に 50km ほどにあるこの地を、拠点としているウクライナ軍から脱出しようと攻撃したが、ウクライナ軍による返り討ちにあったほか、ウグレダールのさらに西にあるマリンカ付近においても撃退されて、5000人からなる同部隊がほぼ壊滅状態となった可能性が高いとの情報も報じられていたぜ。ロシア軍は3ヶ月にわたりウグレダールの制圧を試みているんだけど、ドネツク人民共和国 DPR の国防省とされているイーゴリ・ストレルコフ氏は、ロシア軍の兵士らはウグレダールでは射撃場の七面鳥のように撃たれているとして、ロシア軍の人海戦術による稚拙な作戦や行動を非難していて、テレグラムにロシア軍では多くの優れた戦車だけでなく、精鋭揃いの空挺部隊員や海軍歩兵隊員が失われているとの内容の投稿をしたんだ。また、イギリス国防省は12日の戦況報告において、ウグレダールだけにとどまらずロシア軍の損害が拡大していることについて、様々な要因が絡んでいる公算が大きいが、具体的には熟練した兵士が少なく部隊間の連携が欠如していることと、最前線一帯において装備資材が不足していることにもその原因があるとの分析を示したみたい。このウグレダールをめぐる戦闘については、アメリカのシンクタンクである戦争研究所 ISW もまた、ドネツク州ウグレダール近郊において攻勢に出ていたロシア軍部隊は戦術的な失敗を犯し、壊滅的な損害を受けて敗退したとの分析を報告していて、この敗退によってこの方面で攻勢に出ていたとみられるロシア軍は主導権を失い、ウグレダールはウクライナ軍が確保していると伝えているよ。この地域においてウグレダールは周辺を見下ろせる高地に位置しているため、ロシア軍がここを制圧することで、ドネツク州西部におけるウクライナ軍の補給線を脅かすことが可能となる重要な拠点であるとされ、一方のウクライナ軍にとっては、このブフレダールを確保しておくことでドネツク州の州都ドネツクの奪還から、将来的に南のザポリージャ州の奪還作戦を展開するための拠点として活用できる要衝として、両軍にとって非常に重要な地域であち、さらにブフレダールの制圧によって、ドネツク州とザポリージャ州の連絡を断たれる可能性があり、両軍にとって南部戦線にも少なからず影響を及ぼすことが指摘されているな。ゼレンスキー大統領は具体的にはロシア軍がドンバス地方のバフムト、ウグレダール、マリンカ、クレミンナなどでより多くの損失を被るほど、より早くこの戦争をウクライナの勝利で終わらせることができるだろうと述べ、ウクライナ軍司令部の拡大会議を開催したことを明らかにして、他の地域の防衛状況についても説明し、国会に面する南部のオデーサ港付近はウクライナ側の統制下にあり、ロシア軍が一部支配しているザポリージャ州ではウクライナ軍が州都ザポリージャを含む中心部を防衛していると述べて、戦っている部隊を称賛し、その他の地域における戦況についても言及し、
ロシアとその同盟国であるベラルーシと国境を接する北部においては、これまでのところ非常に良い結果が出ているとしたんだ。また、イギリス国防省によると、ロシア軍の1日あたりの戦死者数は、これまで最も多かった2022年2月のウクライナ侵攻開始時の規模に近づいているとされ、ロシアの民間軍事会社ワグネルが最近、受刑者の戦闘員の募集は完全停止したとして、創設者のブリゴジン氏が明らかにしており、この先も軍全体の兵員確保に苦慮するとなれば、プーチン政権がこれまで否定してきた第二弾の動員令が発令される事態が現実味を帯びてきたとする見方が広がっているね。また、ロシア軍内においては武器弾薬が欠乏していることが伝えられているみたいだね。とはいえ、ワグネルの砲兵部隊がロシア国防省に対してウクライナでの戦闘に使う弾薬を追加供給するよう訴えているというぜ。我々は毎日複雑な任務をこなしていて、自分たちの戦闘部隊だけでなくロシア正規軍の強襲部隊の援護なども担当しているが、現在は弾薬の補給を完全に断たれた状態にあると述べて、ワグネル砲兵部隊においては榴弾砲や対戦車砲、迫撃砲の弾薬が不足していることを訴えたみたいだな。そして彼らは、我々は国防省の仲間や友人に訴えかけており、倉庫のどこかにある使用可能な弾薬があるものと確信し、それらが提供されることも確信しているとした上で、我々には今すぐ弾薬が必要だと説明し、もしロシア政府や軍が我々の任務を理解した上で支援を実施して、こうしたタイプの弾薬を素早く供給してくれれば、大いに感謝するだろうとしているよ。これまでは独自の補給網を持っていていると見られていた民間軍事会社のワグネル従業員が、正規軍に向かって弾薬の提供を要求するほどロシア軍全体の補給体制が逼迫していることが見て取れ、現時点では軽装備でただひたすらウクライナ軍陣地に突撃させる人海戦術も、やがて立ち行かなくなるだろうとの見方が広がっていて、焦るロシア軍がこの先、核兵器使用などさらなる無謀な作戦を展開してくる可能性が懸念されているみたい。その中で戦争研究所は18日、ロシアのメディアがウクライナにおいて原発への電力供給を遮断して緊急停止させるために、関連インフラ施設の攻撃を提唱していると指摘したよ。さらにウクライナの原子力企業エネルゴアトムは同日に、南ウクライナ原発の上空を巡航ミサイル2発が飛行したとして、ロシア軍による核テロだとして非難していたね。この件に関連する情報として、ウクライナ外務省が19日にロシア軍が占拠し軍事拠点化している、ヨーロッパ最大のザポリージャ原発に常駐している国際原子力機関 IAEA 専門家の交代を、ロシアが拒んでいるとして非難する声明を発表したみたい。これに対してロシア国防省は同日、ウクライナ軍が放射線事故を意図的に起こしてロシアに責任を押し付ける挑発行為を企んでいると主張しているのであるが、2月24日に侵略開始1年を迎えるにあたり、何らかの戦果を求めながら東部戦線で結果を出すことができないことで、ロシア軍がザポリージャ原発を攻撃して核兵器を使用する以上の衝撃をウクライナ側と西側諸国に与え、国民の不満をそちらに向けさせて解消しようとしているのではないかとの見方もあるんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州で撮影されたとみられる。ウクライナ軍の旧式戦車がロシア軍の T-72 主力戦車を一撃で撃破する様子を捉えたとされる動画が公開されて話題を呼んでいるよ。この動画はウクライナ兵器トラッカーと称する兵器専門家などが運営するアカウントによってツイッター上に投稿されたもので、ルハンシク州のボセリウスクの近郊でウクライナ陸軍の精鋭中の精鋭とされる第92独立機械化旅団所属の T-64BV がロシア軍の T-72B を撃破する様子が撮影されたものだというぜ。やっぱりいくら戦車の性能が良くても、乗り手の技量や作戦が稚拙だと破壊されちゃうってことだよね。さて今回は、ウクライナ軍の旧式の T-64 戦車が、ロシア軍の T-72 戦車を撃破したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
ウクライナ軍のドローンから撮影されたと見られる動画は、直線道路においてわずかな距離で対峙するウクライナ軍とロシア軍の戦車を捉えていて、その後ウクライナ軍の T-64BV が主砲を発射してロシア軍の T-72B に命中して炎上していて、さらにウクライナ軍の T-64 がもう一発を発射してとどめを刺す形で、炎と煙を上げているロシア軍にもう一撃を与えているよ。なお、この動画はウクライナ国防省もツイッターに投稿していて、第92独立機械化旅団が撮影した動画であるとして紹介しているね。ウクライナ軍が使用したとされている T-64 は、旧ソ連が開発した第二世代主力戦車で、それまでは簡素な作りで大量生産が可能で、簡潔かつ堅実な構造で取り扱いが楽なことを追求してきた旧ソ連戦車としては珍しく、複合装甲、滑降砲、自動装填装置など新技術が積極的に盛り込まれているのが特徴なんだ。この T-64 は1966年12月に正式採用されているんだけど、当時のソ連の同盟国であるワルシャワ条約機構加盟国や友好国などに輸出されず、ソ連のみが保有していて秘密裏に旧東ドイツのソ連軍東部軍集団や、ハンガリーなどに配置されていた南部軍集団などに配備されていたみたい。西側諸国では1985年の対独戦勝40周年パレードにこの T-64 が登場するまで、T-72 の影に隠れた正体不明の新型戦車としていて、その存在に気がついていたものの性能などの詳細を知らず、T-72 の開発の元になった失敗作との見方をしていたというんだけど、実際には、新機軸を盛り込みすぎた T-64 の運用が難しいこととコスト高を補うために、ハイローミックスの形として T-62 などで培ってきた旧来の質実合憲的な技術と、T-64 のスタイルを合わせた普及型が T-72 であるとされているね。そのような事情で開発された戦車であるために、生産数においては T-62 の約1万、9000両、T-72 の約2万、2000両には劣るものの、1964年から1987年までに様々な派生型を含めて約1万、2500両が生産され、1991年のソ連崩壊後もロシア連邦陸軍とウクライナ陸軍で多数の T-64 が現在も運用されているんだ。ウクライナの VOMR 衛星記念工場では T-64 に独自に大幅な近代化改修を施した T-64BM ブラートが開発されており、2005年に17両が納入されて以来、T-84U オプロート西側仕様の砲塔を搭載した BM オプロートも含むとともにウクライナの新しい主力戦車として配備されていたよ。その一方で、ロシアでは T-64 の開発生産拠点がすべてウクライナ国内にあったことから、整備用パーツなど消耗品の供給に難があるなど理由で、保有していた T-64 に対して T-72 に施したような積極的な近代化改修は行われず2017年までに退役させているな。このことから、動画の中で第92独立機械化旅団の T-64BV と紹介されている戦車は、T-64BM ブラートではないかとの見方を示す声もあるぜ。仮にこの動画に登場するウクライナ軍の戦車が T-64BM ブラートであれば主砲には 125mm ヌメ後方に A46M が搭載されているほか、T-84 に準じた装備が搭載されており、コンタクト後走行級 K120SB 対戦車ミサイル 1A45L と一種射撃管制装置、TKN4S レーダーサイト PZU7 サイト、DRN4E ブラーン E 暗視装置などの近代化が図られていると見られるね。また撃破されたロシア軍の T-72 は T-64BM と同じ 125mm 滑降砲に A46M が搭載されているため、T-64 とは攻撃力の点で互角であり、ロシア軍が運用している T-72B3 は第 2.5 世代でありながらも、総合的なバランスの良さから第3世代主力戦車に相当するとされているんだ。しかしながら、T-72 で採用されている回転型自動装填装置は本来、弾薬を被弾率が低い車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったものが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が戦闘室を直撃することになり、
砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷しやすいことが判明したぜ。また、車内に剥き出しの予備弾薬を搭載している場合には、被弾した砲弾が貫通して弾薬庫を直撃しなくとも、防護されていない予備弾薬に引火して車内に甚大な被害をもたらすこともあるな。この T-72 が被弾した際に砲塔が吹き飛ぶことは、湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではジャック・イン・ザ・ボックス・びっくり箱として T-72 を揶揄する別称で呼んでいたほどなんだ。ウクライナ軍参謀本部によると、ロシア軍はウクライナ侵略を開始した2月24日以降、12月12日までに3000両近い戦車を喪失しており、ロシア国内でウクライナに投入できる稼働可能な T-72 の在庫はほぼ枯渇していると見られ、周辺で T-72 を保有しているベラルーシ軍から T-72 の供与を受けているだけでは足りず、旧式の T-62 戦車の保管在庫に簡単な近代化改修を施して前線に投入しているとされているよ。また戦車用砲弾の在庫については、ウクライナ軍の高機動ロケット砲システム、ハイマースなどによる2弾薬集積場の破壊や、弾薬庫を残したまま退却するなどの不手際もあり在庫が枯渇しつつあるのではないかと見られているんだ。戦車戦の動画が撮影されたと見られるルハンシク州では天候不順によるぬかるみの発生などもあり、ウクライナ軍が少しずつ非占領地を奪還していると見られているが、12月上旬に同州のカディフカにあるロシアの民間軍事会社ワグネルの拠点となっていたホテルが、ウクライナ軍によると見られる攻撃を受けて破壊されたとして、ルハンシク州のハイダイ知事が明らかにしているみたい。ハイダイ知事によれば、多数の死傷者が発生していて負傷者の半数以上は助からないとしている中、ロシア国営のタス通信が地元の親ロシア側当局者の話として、ウクライナ軍のハイマースによる攻撃でワグネルの拠点が破壊され、救出活動が続けられていると報じているが、ロシア国防省などロシア当局側からはこの件に関するコメントは出されていないよ。ワグネルの戦闘部隊は現在、ルハンシク州の隣のドネツク州バフムートに展開していると見られていて、正規軍ではない傭兵部隊であるにもかかわらずロシア軍として行動しているな。バフムートを防衛しているウクライナ軍兵士によると、この地域に親ロシア派武装勢力が設立を宣言したドネツク人民共和国や、ルガンスク・ルハンシク人民共和国の兵士はほとんどおらず、接近している Z マークをつけた正規軍の数は多いものの、ほとんどが9月に発令された部分的動員令によって招集された予備役兵士の部隊であると見られ、満足な装備を与えられず練度が低いためにこれまでに多大な戦死傷者を出しているとされているよ。技量の伴っていない新兵を犠牲にする戦い方は相変わらずだね。ワグネルの戦闘員はそれなりに練度が高く、士気も正規軍よりは高いとされ、唯一ウクライナ軍に対して攻勢に出ているんだけど、ワグネルは予備役招集兵を石膏としてウクライナ軍の前面に出し、ウクライナ軍に攻撃させてその位置を確認するためのステージとして活用しているとみられ、その非道な扱いにはウクライナ軍兵士でさえも同情を寄せているみたい。しかしながら、ワグネルのウクライナ国内における拠点が壊滅状態となったことで、今後ワグネルの動きが変わる可能性が高いとの見方があり、注目されているな。そして12月11日、ウクライナのレズニコフ国防相が現在の戦況について触れ、ぬかるみによって戦車などの戦闘車両が移動できないために膠着状態にあることを説明した上で、ウクライナ軍は自国の領土を奪還するために、冬の訪れともに地面が凍結するとともに反撃を開始すると述べて、領土奪還に向けて強い意志を表明したよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。クリミア半島北部に位置するジャンコイの中心部から、南東15キロにあるロシア軍の兵舎が大火災発生という2022年末のニュースを覚えているかな？また、8月にも同じ現場から20キロ離れた武器弾薬庫で大爆発が起きているよな。両事件ともバルチザンの仕業という話からクリミア半島でもロシア離れが加速していると言われていたよね。さて今回はそんな大火災について詳しく解説していくよ。
それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。パルチザンが起こしたとされる本事件は2022年12月10日の夜、ロシアの実効支配地域にあるクリミア半島北部ジャンコイ近郊にあるロシア軍宿舎において、大規模な火災が発生して兵士2人が死亡したというニュースを複数の地元メディアが取り上げていたよ。それらの記事の内容としては12月10日夜にジャンコイから南東約 15km にある、ソビエツキーに設営されていたロシア軍兵舎で大規模な火災が発生し、兵士2名が亡くなったほか、施設にいた約200人が避難したと記されており、ここには昨年9月の部分的動員令で招集された200人以上の予備役動員兵が駐留していたんだ。これをウクライナの地元メディアでは火災はドローン攻撃によるものであると報じられ、ロシア側が設置したクリミア共和国のアクショノフ市長はドローン攻撃があったのはウクライナ側のフェイクニュースであると言っておきながらも、10日にはクリミア半島中部にあるシンフェロポリで防空システムが作動したため、ドローン攻撃に対して平静に対応するようにという住民への呼びかけを SNS 上で投稿していたみたい。このロシア軍宿舎の火災事件について、クリミア半島の先住民族であるタタール人とウクライナ人が立ち上げた反ロシア団体の宛て紙によると、ロシア軍宿舎の火災は計画的な放火であり、この先も我々のパルチザン活動によって、クリミア半島にいるロシア軍を内部から崩壊させ続けると主張する声明を出して警告を発しているね。クリミア半島は地政学的にも黒海を支配する重要な要衝として、古代から様々な民族が争う土地であったが、15世紀にオスマン帝国の属国としてクリミア半国が成立し、それが18世紀にはロシア帝国に吸収され、ここで先住民だったのが、8世紀頃にクリミア半島に流入していたチュルク系ムスリム住民を起源とするクリミアタタール人というわけなんだ。ここでの歴史を深掘りすると1917年に勃発したソビエト内戦において、クリミア半島は赤軍によって駆逐された後にソビエト連邦の一部となり、1921年にはクリミア自治ソビエト社会主義共和国が置かれ、ナチスドイツの占領下となった経緯があるぜ。そして、1941年から1942年に起きたクリミアの戦いにおいて、クリミアタタール人の多くが赤軍として強制的に参加させられたが、1944年にクリミアタタール人はナチスドイツに協力したとの容疑をスターリンによってかけられたため、約20万人が中央アジアやシベリアへ強制移住を強いられ、その過程で多数の住民が命を落としたな。このことはクリミアタタール人追放事件として、彼らの心に深く刻まれていて反ロシア思想の源となり、現在も引き継がれていることは広く知られているよね。スターリンが死去した1953年から14年後の1967年に、ようやくクリミアタタール人のシベリア追放措置が解除され、彼らのクリミア帰還運動が開始されたんだ。その後、1991年には当時のゴルバチョフ大統領の指示により、ソビエト連邦内に居住しているすべてのクリミアタタール人から代議員が選出されて、最高意思決定機関としてクリミアタタール民族大会が開かれ、タタール人のクリミアへの帰還が進められる運びとなり、常設機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスを設置したよ。しかし、彼らには平穏な日々は続くことなく2014年にクリミア危機が起こり、一方的にクリミア半島をロシア領として併合されたけど、もちろん国際社会とウクライナはそれを認めず現在も係争状態にありメジュリスにおいてもロシア編入を認めておらず、ウクライナ侵攻が開始された2022年2月24日にはクリミア半島はウクライナ領であるという声明を出しており、ウクライナへの支持を表明していたみたい。また昨年8月にもクリミア半島では海軍航空隊基地やセバストポリ軍港の海軍司令部などが、ドローン攻撃などのパルチザン活動が盛んに行われ、反ロシア団体アテシを含めて3つのパルチザン組織が構成されており、およそ100人の非正規軍が潜伏しているんだって。現在クリミア半島にあるロシア軍の基地はもともとウクライナ軍が使用していたものであるため、正確な位置や基地内の配置など全ての情報を持っているほか、その基地に出入りしている内通者によって常に最新情報が提供されているというよ。
このパルチザン組織にウクライナ側からドローンなどの兵器が流れており、攻撃目標などの指示も受けているらしく、ウクライナ軍と緊密な連携をとっていると言って間違いないだろうな。一般的にパルチザンというと、非占領地域での勢力に抵抗するため、地元市民が結成する軍事的組織のことを指し、これまでロシア軍に占領された町それぞれにウクライナを支持するパルチザン組織が結成されており、侵略してきたロシア軍によって家族や友人を残虐に殺されたことに起こり、そして、町や他の住民を守るために抵抗を続けているぜ。パルチザンの戦闘は、正規軍と違って敵と真正面から正々堂々と戦うのではなく、地下に潜んで行うゲリラ戦や、将校兵士の暗殺、軍事施設の爆破などによって敵の後方勢力を攪乱するものなんだけど、そもそもパルチザンとは旧ソ連がナチスドイツに侵略された際に、抵抗した民衆を指して呼称したものであり、その時と同じ名前で旧ソ連の流れを受け継ぐロシア連邦軍を苦しめていることは皮肉な話でもあるよね。現在ウクライナ軍が攻勢を強めているヘルソン州においては、ロシア軍が撤退する以前からパルチザンによってロシア側の補給路が遮断されていて、ウクライナ軍特殊部隊との共同作戦によって侵略者たちを追い詰め、ハイマースが配備された以降は、その標的となるロシア軍の弾薬庫や兵舎、司令部などの位置情報をパルチザンがウクライナ軍に提供していた背景があるぜ。彼らの情報やドローン偵察によってハイマースから発射される高価な GPS 精密誘導ロケット弾を無駄にすることなく、確実にドニプロ川東岸にあるロシア軍の兵站集積施設や補給路などへのピンポイント攻撃に運用できたと言って間違いないだろうな。ウクライナ国内においてパルチザンがロシア軍を苦しめる存在であることは間違いないけど、その活躍の根源となっているのは、祖国を守る大義によって戦うパルチザンと、ウクライナを侵略する理由も知らずに派遣されたロシア兵との士気の差だけではなく、パルチザンの教科書の存在があったことが大きいという指摘があるみたい。その中身はゲリラ戦の手本が記されており、2013年にアメリカ軍の特殊部隊が体系化した抵抗活動戦略 ROC と呼ばれる300ページの冊子であり、その中身は道路標識を付け替えたり、撤去したりして敵軍を混乱させる方法や、道にガラスを巻いて軍用トラックなどの通行を阻止することなど、民間人でもできるような戦い方が詳しく書かれているらしいぜ。もともとウクライナはロシアから侵略を受ける前から、この ROC を元にマニュアル化して行政機関や個人に対しても、侵略を受けた際にすべきことを周知させて準備を進めていたとも言われているな。日本人はウクライナにおけるパルチザンの活躍を目の当たりにし ROC などのウクライナによる取り組みを見習い、世界で最も低い国民の国防意識を高めるべきであるとの意見が広がりつつあることから、これが近い将来、何らかの形で役立つかもしれないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ南部戦線においてメリトポリのロシア占領地にて大爆発が起き、ウクライナ軍の反転攻勢により 54% の領土奪還劇が繰り広げられているよ。3月になっても一桁の気温の中で寄せ集めの動員兵が活発に動いているとは思えないよね。ろくな装備も与えられていないみたいだし、寒さの中でまともに戦えるとも思えないよね。そうだね。さて今回は、南部メリトポリでの大爆発について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ侵攻開始から1年以上が経過し、アメリカをはじめとする NATO 加盟諸国の支援によって、戦争がさらに長期化しているわけだけど、東部戦線ではウクライナ第二の都市ハルキウ市を含む、ハルキウ州の全土を奪還しつつあり、ドンバス地方のドネツク州とルハンシク州においては激戦が続いているよ。また、南部戦線の方では、ドニプロ川西岸地域に展開して州都ヘルソン市を占領していたロシア軍を、ドニプロ川の東岸に追い出した後、ドニプロ川東岸地域から一気にヘルソン州を取り戻して、クリミア半島の奪還を目標にして、中南部のザポリージャ州の奪還を目指して準備を進めていたんだ。
ウクライナ軍の反転攻勢によって追い込まれ気味のプーチン大統領は、東部のドネツク州とルハンシク州でそれぞれ親ロシア派武装勢力が勝手に独立宣言をしていた。ドネツク人民共和国とルハンシク人民共和国を承認した上でロシア連邦に併合したほか、南部のザポリージャ州とヘルソン州も併合させたが、ドネツク州の他は全てを制圧することができないまま、国際社会もロシアの言い分を認めるわけもなく、これら4州はウクライナの領土として止まっているね。2023年のロシアに占領されている地域を取り戻すために目指す、ウクライナ軍の奪還目標を東部か南部のどちらかに絞った方がいいという見解があり、昨年9月には南部ヘルソン州での反転攻勢にかけると言われていたよ。しかし、ウクライナ第二の都市ハルキウ州を電撃奪還した経緯から、ヘルソン州からクリミア半島を狙うと見せかけて、東部のドネツク州を狙っているのではないか？という意見や、東部ドンバス地方では現状以上にロシア軍が攻勢に出る戦力が残っていないため、ドネツク州のバフムートなどで反攻に転じると見せかけて防御に徹して、ヘルソン州を奪還後にクリミア半島を孤立させる可能性が高いとする見方が高まっていたね。また戦況の予想屋たちは、ドンバス地方やヘルソン州を奪還することで両地域への補給落を断つことができる。ザポリージャ州のメリトポリ奪還を狙いとする見方が高まりつつある中、昨年の12月13日にメリトポリ市内で大爆発が起きたとして、ロシア側が任命した行政府の、エフゲニー・バリツキー知事がテレグラムに戦況を次のように投稿していたみたい。この攻撃はハイマースのロケット弾によるもので、メリトポリ市街地にある民間人も利用する、レクリエーション施設に着弾して2人が死亡、10人が負傷したと伝えられたんだ。これに対して、ウクライナ側のメリトポリ市長であるイワン・フェドロフ氏は地元住民からの情報で、攻撃されたのは民間施設ではなくロシア軍部隊が駐留している基地であり、検問所や対空レーダー基地、ロシア連邦保安庁の拠点などとされており、ロシア兵の約200人が死傷したと反論したんだって。さらにフェドロフ市長は、メリトポリ市内に駐留しているロシア軍がパニック状態に陥っているとも述べており、その詳細は不明だけど両国でザポリージャ州メリトポリ市をめぐって、ウクライナ軍の動きが活発化していることを報じていることからメリトポリ奪還の実現が見えてきたよね。順調に進めたウクライナ軍がメリトポリを奪還することができたら、ヘルソン州やクリミア半島のロシア軍への補給路を遮断することにつながり、ウクライナのアレストビッチ大統領府長官顧問は、メリトポリの奪還によってヘルソン州の南にあるクリミア半島への道が開けると述べており、我が軍がメリトポリへの攻撃を強めていることを示したよ。刻々と戦況が変化している中、ロシア軍によるウクライナへの無差別インフラ攻撃は止むことなく、12月14日には首都キーウにイラン製の自爆攻撃型ドローン車ヘド136が13機も飛来しており、そのすべてをウクライナ空軍の防空システムで撃墜したとして、ゼレンスキー大統領がビデオメッセージでキーウの防空システムが強力であることを強調したけど、撃墜した機体の破片などの一部が市街地に落下して、小さな被害は出ていたみたい。ウクライナ国内では昨年10月から活発化してきたロシア軍の巡航ミサイルやドローンで民間インフラを狙った、国際法に違反する非人道的な攻撃によって全土で停電が発生しており、多くの国民が厳冬期に暖房が使用できないなど苦しい生活を強いられていたよね。こういった寒さ対策プラス困窮するウクライナ国民に対して、緊急支援を協議するための会合が、12月13日にフランスのパリで開催され、46の国と24の国際機関から、10億ユーロ約1450億円をはるかに超える緊急支援の確約がされたみたい。この緊急支援によって、ウクライナ国民のエネルギー支援や医療、食料支援などが回復し、電力不足に関しては大量の発電機などが提供されるほか、電力消費が少ない LED 電球を、3000万個以上供与するなど具体的な内容の検討が進められていて、その会合にはゼレンスキー大統領がオンラインで参加しており、これらの支援に対して深く感謝を述べていたね。ウクライナは西側諸国の支援あってのものだからね。また、
ゼレンスキー大統領は12月12日に開催された G7 首脳テレビ会議においても、ウクライナへの支援が検討されたことについての謝意を伝えた後、ウクライナは自由のために戦っていると強調し、この戦争を終わらせるには軍事復興外交の3つの側面における西側諸国の支援の継続が必要不可欠だと指摘して、自由主義陣営が結束を示すための特別サミットを開催すべきであるという提案を示したよ。新しい年を迎えてから西側諸国では長期化した侵略戦争に対して、支援疲れを見せる国も出てきており、ウクライナとしては国家存続のための生命線となる、西側諸国からの支援を継続してもらうため、その重要性を改めて訴えていたんだろうね。この首脳会議終了後に G7 財務大臣がウクライナへの揺るぎない支援と団結を再確認する、という声明を発表しており、ウクライナのインフラ復旧や防空能力の向上に協力することを明らかにしたほか、プーチン大統領の責任を問うことを強調し、核兵器の使用をほのめかす、ロシアの脅迫に対しても非難し、一刻も早く侵略を終わらせるように呼びかけたんだ。日本の岸田首相は G7 終了後の12月14日に、ウクライナのコルスンスキー駐日大使や、ウクライナ支援活動を実施している超党派議員連盟のメンバーらと総理大臣官邸で面会をしており、議員連盟からディーゼル発電機4台を寄贈することを大使に伝え、日本はオールジャパンでウクライナ支援を行うため、この取り組みを後押ししていくと述べ、またもや国民の意思を無視してお金をばらまいたよね。一方でロシア政府は、西側諸国がウクライナ支援で結束を強めていることに対抗するかのように、12月30日にプーチン大統領は中国の習近平国家主席とビデオ会談を行い、両国の関係は安定化の要因として重要性を増しているため、軍事協力の深化も目指すと述べて全面協力を促していたよ。これに対して習近平国家主席は困難な世界情勢を踏まえ、中国はロシアとの戦略的協力を拡大する用意をしているが、ウクライナは平交渉への道のりは平坦なものではないため、あくまでも中国は客観かつ公正な姿勢を維持する、と述べており、この意見に狡猾性を感じたが日本政府もお金をばらまくばかりではなく少しは見習うべきだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。